ヘイマン女男爵ヘレン・バレリー・ヘイマンは、イギリスの政治家、一大貴族。1974年から1979年まで、庶民院議員を務め、後2006年から2011年にかけて、貴族院議長を務めた。2011年5月25日、第一住居第七代チャムリー公爵、デイビッド・チャムリーや、 庶民院議長ジョンバーコーと共に、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマに、ウェストミンスター宮殿を案内する、貴族院議長平満女男爵。1949年3月26日、モーリス・ミドル・ウィークの娘として生まれる。ボルバー・ハンプトン女子高等学校を経て、ケンブリッジ大学ニューナム・カレッジへ進学し、マスター・オブ・アーツの学位を取得。 1974年にマーティン・ヘイマンと結婚する。1974年から1979年にかけて、ウェルウィン及びハットフィールド選挙区から選出されて、労働党の庶民委員議員を務める。庶民委員議員退職後、イギリスガン研究所の議長や、ロンドン大学臨床研究倫理委員会の委員、一人親家庭国民会議の取締役などを、 歴任した1996年1月2日に一代、貴族、カムデンロンドン特別区におけるダートマスパークの平満女男爵に除されて、貴族院議員に列する。1999年から2001年にかけて、ブレア内閣で、農業、水産、食料省の各外省を務めた。2000年に、水密顧問館に列した。2005年の憲法改革法によって、 大法官が貴族院議長の役割を果たさなくなり、以降貴族院議長は貴族院議員の5選で選ばれることになった。最初の貴族院議長選挙は2006年6月28日に実施され、平満女男爵が当選し、同年7月4日より着任した。5年の任期を務め上げた後、2011年5月に2期目を目指さないことを発表した。 2011年7月13日に行われた貴族院議長選挙の結果、デスーザ女男爵、フランセス・デスーザが公認となった。ありがとうございます。